はい、どうもピクスヨスです。今回はですね、タカラトミーアーツから販売されているトミカ標識セット10。こちらの標識セットは2023年6月発売で、価格は税込み605円となっていますね。つい第10弾ですね。相変わらずね、田舎なんで入手が7月になってしまいましたけどもね。とりあえずね、見ていきたいと思います。まずこちらですね、1番、ホンダスーパーカブですね。すげえ軽いですね。ホンダのライセンス、なんかシールが貼ってあるんで間違えたんでしょうね。他の材質表示は貼ってないみたいなんで、スーパーカブだけ間違えたんでしょうね。で、開けていきたいと思います。こちらですね、通常品 87-8 で販売されたホンダスーパーカブ。トミカ標識セットではね、初となる二輪車のトミカですね。実車に設定があったかは不明ですけども、このようなね、ミントグリーンみたいな色のね、スーパーカブとなってますね。カスタムバイクですかね。これでは結構ね、全塗装っつっていいのかわかんないですけどもね、ペイントでやってる人は多いようですね。ではトミカの方見ていきましょう。前輪、後輪と、あとこのスタンド、これが稼働しますね。で、フロントこんな風になってますね。ハンドルのこのグリップの部分が黒く塗装されておりまして、ボディカラーは先ほど言った通りミントグリーン風となってますね。ヘッドライトがシルバーで塗装されてまして、まあ、ちゃんとこの、なんていうべきでしょう。ここがミントグリーンとなってますね。で、ホイールはね、クリアパーツを使用してまして、一部をスポーク部分ですね、これをシルバーで塗装してますね。で、サイドはこのようになってますね。マフラーなどがシルバーで塗装されてますね。で、ここにスーパーカブの表記が入っておりますね。で、リアこんな感じ。あ、ウインカー塗装されてないんですね。テールランプは塗装で再現されておりまして、ナンバープレートはね、ミントグリーンで塗装されちゃってますね。で、荷台部分、このようにシルバーで塗装されてますね。で、このようにね、シートの部分もね、茶色いものとなってますね。で、メーターなども再現されてますね。あ、リアのウインカーもなかったですけど、前のウインカーもね、モールドのみで塗装はないですね。で、シャーシと言っていいのかわかんないですけどね、裏こんな風になってまして、トミーベトナム D23 となっておりますね。まあなんかせっかくだったらこの間のオートキャンプセットでしたっけ、あれについてきたね、荷台もあってもよかったとは思うんですけど、そこまではダメだったんですかね。標識はこちらですね。二輪の自動車、一般原動機付き自転車通行止めという標識ですね。てか、止め方と使い勝手悪そうな標識ですね。続いてこちらですね。2番、スバルレガシー B4 ですね。まあ、個人的にはね、一番楽しみにしてたトミカですね。通常品 112-5 で販売されたスバル BM 型レガシー B4 ですね。ボディカラーは実車にも設定があったサテンホワイトパールというやつがモデルだと思います。まあ、久しぶりのね、BM 型レガシーの登場ですけども。割とパトカーのバリエーションが多くてね、ただのレガシーは本当になんか久しぶりな気がします。ではトミカの方を見ていきましょう。ヘッドライトはこのようにシルバーで塗装されておりまして、フロントグリルこのようになってますね。ちゃんとスバルのエンブレムがタンポイ撮影入ってまして、フォグランプもシルバーで塗装されてますね。で、アクションはボンネットの開閉が可能ですね。こちらのレガシーは NA 車なんでしょうね。ボンネットはエアインテークのないものとなっておりますね。で、サイドこのようになってますね。アクションはサスペンションも稼働しますね。で、このように B ピラーとかがね、黒く塗装されてますね。いや、かっこいいですね、この白。まあ、あんまり覆面パトカーではこの色は採用されてないイメージがありますね。やっぱ黒とかシルバーが多いイメージですけども。交通覆面でなんか1台あったかな。で、リアこんな感じですね。テールランプが、このように塗装されておりまして、
そうか、これ担保印刷ですかね。で、スバルのエンブレムも担保印刷で入っておりますね。で、スバルレガシーの社名表記も担保印刷となっておりますね。かっこいいですね。で、助手席側ですね。こちらも、BP ランド塗装などがされてますね。ルーフは何もないんですけどもね。シャーシこんな感じですね。D23 のロットが入っておりますね。何気にそういえば、レガシーのこの白っていうのは出てなかったですよね。これに関しては2台ぐらいあっても全然困らないですね。で、標識はこのように。指定方向外進行禁止の直進止めのやつですね。続いて3番、ホンダ CRZ ですね。こちらホンダの商人得てますよっていうロゴが入ってますね。ただあれですね、二輪の方とはロゴがちゃんと違うんですね。H マークのホンダかウィングマークのホンダかちゃんと分かれてますね。では開けていきたいと思います。こちらのトミカは通常品 81-4 で販売されたホンダ CRZ ですね。ボディカラーはおそらく実車に存在したブリリアントスポーティーブルーメタリックという色じゃないかと思います。なかなか綺麗な青色ですね。では見ていきましょう。ボディカラーは先ほど言ったようにこのようになってますね。なんかチップ汚れか。これが気になりましたけども。チップがここにありますね。まあ、このようにね、ヘッドライトはシルバーで塗装されておりまして、ホンダのエンブレムが担保印刷で再現されてますね。で、グリルもこのように、プラパーツですかね。サイドはこのようになってますね。アクションは、サスペンション。で、クォーターガラスが黒く塗装されてますね。で、リアこんな感じですね。で、ランプが塗装で再現されてまして、このね、窓パーツもちゃんとね、クリアパーツで再現されてますね。で、ホンダのエンブレムや CRZ の表記などが担保印刷で再現されてます。で、助手席側ですね。こちらもクォーターガラスが塗装で再現されてまして、ルーフ上にはね、ラジオアンテナ、これが再現されておりますね。あんまり走りが良くない感じがします。で、シャーシはこのようになってますね。ロット番号 D23 となっておりますね。いや、なかなかね、綺麗な青色ですね。なんか CRZ っていうと白のイメージが強いんですけども、これもなかなかかっこいいですね。CRZ に付属する標識は、ロータリーアリという標識ですね。あんまり見ないですけどもね。そして最後ですね、4番、ダイハツムーブコンテですね。箱はこのようになってますね。開けていきましょう。テープが止まってたり止まってないのは何でしょう。ダイハツムーブコンテは通常品 33-8 で販売されたトミカですね。こちらのボディからおそらく実車にあるコットンアイボリーっていうやつをね、再現してるんじゃないかなと思います。ではトミカの方見ていきましょう。ヘッドライトはこのようにメッキーパーツとなってまして、グリルパーツと一体型となっておりますね。で、グリル中央部には単行印刷でダイハツのエンブレムが入ってますね。で、シャーシ一体型のね、グリル部ですかね。サイドはこのようになってますね。アクションが稼働しまして、このようにね、クォーターガラスや、こういったところが塗装で再現されてますね。ちょっとね、さっきの CRZ もそうなんですけどもね、なんか、この辺とかね、こう上の方とかがね、なんか黒くなってたりしてね、ちょっと塗装が雑ですね。リアこんな感じですね。バックドアが、このように開閉可能でして、Tランプが塗装で再現されておりますね。で、ダイハツのエンブレムなどが担保印刷で入っておりますね。で、助手席側ですね。まあ、こちらも塗装などがされておりますね。ルーフ上はこのようになっております。
やっぱなんかこのここですよね。すごい気になりますね。なんでしょうね。でシャーシはこのようになってますね。ドット番号 D-23 となっております。なんかあのチョロ Q じゃないですけどね、前のめりになってる感じがするんですよね。付属する標識はこちらですね。福音現象ですね。はい、というわけで今回はこちらの4台紹介させていただきました。今回こちら4台が新色というか新しいやつなんですけども、他4台はですね、5番の日産スカイライン標識セット5で登場したやつで、標識は動物が飛び出す恐れあり、クマバージョンですね。で、6番はスバルインプレッサ WRX-STI4ドア、標識セット6で登場し、標識は通行止め。7番 UD トラックスクゴン、標識セット1で初登場、その後標識セット4でも登場し、標識は一時停止。そして8番三菱ふそうキャンターは標識セット3で初登場し、標識は徐行ですね。まあ今回標識セット第10弾というか、まあ標識セット10なんですけどもね、10回売ってて未だにトヨタ車が1台も入ってないんですよね。そういう意味では外国車っていう外国車もないですけどもね。で今回のスーパーカブもね、なんかミントグリーンが悪いわけではないんですけど、どうせだったらね、そのギフトセット封入品の後ろの荷物がないバージョンのグリーンっていうのもありだったんじゃないかなとは思いますね。まあそんなわけで今回はね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回を見てください。それでは。